はいどうもこんにちは、グッドカーライフチャンネルのゼミタです。ということで今回は日産新型エクストレイルのオーテクアドバンストパッケージ、こちらの内外装を詳しくチェックしていきたいと思います。今日も横浜にある日産本社からリポート。前回はオフローダー的なスタイルのエクストリーマー X を見てきましたが、今日はその真逆とも言えるゴージャスでいわゆるハイエンドな1台。実際に私もエクストレイルは購入しましたが、ぶっちゃけこれもありじゃんと思わせる魅力が多数ありましたので、今日はじっくりお届けしていきます。というわけでチェックしたのはオーテクアドバンストパッケージ。車両金額は505万円、ボディカラーはカスピアンブルーとダイヤモンドブラックのツートンで、お値段77,000円。メーカーオプションは装着なし。アドバンストパッケージは通常の G グレードがベースになっていますが、基本的にほぼ全ての装備が標準化されています。はい、ということで今回は日産新型エクストレイル第2弾になってるか分かりませんけども、この日産本社グローバルギャラリーに展示してありますオーテクのアドバンストパッケージ、これを見ていきたいと思います。まあ、前回はおそらくエクストリーマーを紹介してるかなと思いますけども、またこれオーテクジャパンが手掛けたこのエクストレイルは違った迫力がありますよね。相当かっこいいなっていう印象ですけども、まずフロントマスク特徴的な部分としては、この V モーションの内側に入っているここのパターンが変わっています。まあ、通常のものよりもかなり繊細な印象がありますし、ドット模様になっていまして、まあ、このあたりはオーテックらしいポイントかなと思います。で、全部フィニッシャーはクロームになっていますし、相当ゴージャスな感じがありますよね。で、この辺とかも若干ながら衣装変わってるかなと。さらにアンダーパーツ見ていくと、これもエクストリームとまた違ったごつさですけども、かなり前方に張り出していまして存在感あるものになっています。で、ここもメタル調のフィニッシャーになっていますから、相当質感高いなっていう印象があります。ただこの辺に関しては実は無塗装の樹脂になりますから、まあ、若干ここは質感が気になる部分ではあります。これだけゴージャスな感じがありますから、まあ、そこが悪目立ちしてるっていう印象でもありますけども、まあ、でも全体の質感は本当高いかなという印象です。で、ここにオーテックのバッジが入っていまして、これもちろんブルーになっています。さあ、そしてヘッドライトの点灯状態見ていきますけども、これ G グレードのベースになりますから、ウィンカーはシーケンシャル方式になっています。さらにもちろん灯火類フル LED ですけども、ちゃんとアダプティブの LED ヘッドライトついてます。これ通常の G はオプションになっていますけども、オーテックの仕様に関してはこうやって G ベースのものが標準になってるっていうアイテムが結構たくさんあります。まあ、その一つがアダプティブ LED ヘッドライトになるわけですけども、だからこの辺も最上級らしい装備が与えてあります。さらにオーテックといえばっていう部分ですけども、このブルーのシグネチャーランプ、これが入ってます。これでだからボディカラーもそうですけども、印象がまた通常のものとは全然違った感じになりますし、オーテック走ってるとこれ相当目立つんですよね。お次はサイドに回って、ボディサイズは全長 4660mm、 全幅 1840mm、 そして前高が 1720mm になっています。D セグメントの SUV でかなりリアも垂直に切られていますから、荷室なんかこれ相当広いんですけども、でもかなり武骨なフォルムっていう印象がありますよね。で、オーテックのポイントを見ていきますと、まずドアミラーキャップ、これはメタル調のフィニッシャーになっていますから、これでまず特別感が一つ出ますよね。さらにロアのクロームモール、これもダーク系になっています。見た感じそんなに違いはないかなっていう印象ですけども、一応カタログの表記上はダーククロームになってありました。で、質感はね本当高い。この辺のセールガーニッシュであったりピラーガーニッシュもちゃんとハイグロス系になっていますし、ルーフレールはこれまたシルバーでアクセントを効いてますけども、無骨な感じとスタイリッシュな感じが融合されていて、これがまあオーテックの魅力になるわけです。で、もう一つ最大の特徴、エクストリーマーと同じことを言ってる感じもしますけども、これやばいな、未来のホイールデザインにも近い印象ですけども、
これエクストレイル最大サイズとなる20インチを装着しています。スポークはもうこれ数えてたらキリがない。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 かな、16本か。かなりマルチなスポーク数になっています。で、質感もシルバーメタリックというのかガンメタというのか、まあ、結構こじゃれた感じの質感表現になっていますし、このね繊細なスポークっていうのはさすがオーテックっていう印象があります。通常 G でも19インチですから、それでも1インチ上がって存在感増してますけども、このマルチスポークの影響もあってか、存在感はやっぱこれエクストレイル最大レベルかなと思います。あともう一つ、このオーテックの20インチ仕様に関してはミシュランのプライマシー4を装着しています。まあ、よく欧州メーカーでは装着しているタイヤになりますけども、それがエクストレイルのオーテック仕様には与えられるということになっています。さあリアを見ていきましょう。後ろもまたこれオーテックらしい仕上げになっていますけども、まず一つはこのエクストレイルっていうバッジの左下の部分、ここにオーテックのブランドバッジが入ってます。 E フォースとこのまた名を連ねているのがかっこいいかなと思いますし、このカスピアンブルーのボディに映えてるなっていう、同じ青なんですけども全然負けてない主張感のあるものになってます。そして細かいポイント、まあ細かくはないかな、このロッカー部ですよね、ここのプロテクター、これに関しても専用のものが入っていますし、クロームなんかも水平基調でこうズバッと切れるように入っているのはオーテックのポイントになっています。で、こっちはダーククロームですけども、ここはフロント同様にメタル調のフィニッシャーになっています。後ろもこれまたかっこいいな。今回エクストレイルどれもかっこいいんですけども、オーテックに関してはスタイリッシュさがさらに引き立ってるかなっていう印象があります。そしてリアのトーク類見ていきますと、これはもう他のモデル同様にポジションとストップが LED、 こっちの方が見やすいかな。で、ウインカーとバックランプが豆球になっています。まあ、この辺もいろんな思いがあると思いますから一概に不満点とは言えませんけども、まあ、質感だけ言うならば LED、 特にオーテックだったら LED でも良かったかなとは思います。そしてナンバー灯に関してもこれ残念ながら他のモデル同様に豆球で二灯式になっていました。続いては新型エクストレイルオーテックアドバンストパッケージのインテリア全席からチェックしていきましょう。ちょっとねオスモの調子が悪くて GoPro に切り替えました。なので映像とか音声の感じがまた変わってるかと思いますけども気にせず見てください。で、質感に関してはこの辺もちろんソフトパッドが使ってあります。で、ロッカー部はハードプラ、まあ、この辺は他のモデルと変わっていません。ただ G ベースですからこの辺もちゃんとクロームのラインが入っていたりガーニッシュも入っていますし、さらにアンビエントライトもこれ入ってますよね、白になってます。そしてオーテックといえばやっぱりブルーがイメージカラーですから、この辺もステッチはブルーになっています。結構深みのある青かなという印象ですし、全然こうなんか薄くて存在感ないっていう印象はありません。シートもまたこれリッチな感じになってますけども、本革タイプでここにオーテックの刺繍が入っていたり、さらには専用のキルティング加工がされています。革は結構固めなので正直質感に関してはナッパの方がいいかなとは思う部分もありますけども、このねステッチの入れ方もうやりすぎなくらいに入っていまして、相当リッチな印象あるかなというところです。シートはもちろんパワータイプになっていまして、ランバーサポート 2way で備わっています。で、足元はこんな感じ、これオーテック専用のフロアマットになっていまして、黒ではなくてネイビーになっています。で、ここもちゃんと保護マットがついてます。じゃあ実際に乗り込んでいきましょう。はい、ということでもうすでにアクセサリーモードにしてありますけども、ステアリングを見ていくともちろん革はスムースですし、オーテックらしいブルーのステッチが配されています。さらに細かいですけども、ここのブロック型にこれクロームの加色が入ってる、これは実はオーテック
だけになります。これもダーククロームになっていまして、ギラギラしてるというよりは上品に質感を上げてるっていう印象があります。そして目の前にはアドバンストドライブアシストディスプレイ 12.31 の液晶メーターが入ってます。まあ、この辺のグラフィックは他のモデルと変わっていないかなと思います。でもちろんナビゲーションをセットしている状態であればこちらにマップ表示も可能になっています。そして目線上にやるとこれ G グレードベースですからヘッドアップディスプレイもついていますし、まあ、この辺はさすがトップモデルっていう印象があります。で質感見ていくとこの辺ソフトパッドが貼ってありますし、ここもソフトパッドになってます。そしてここもブルーのステッチが水平基調に入ってますけども、やっぱオーテックってこれすごい、ほんと全然また質感の印象が違いますよね。黒基調なのは同じかもしれませんけども、ブルーのステッチが至る所にもうやりすぎなくらいに入っていますから、車内乗っていてもオーテックの車乗ってるんだっていうのはすごく感じるかなと思います。そしてナビゲーションは 12.31 のワイドディスプレイになっていて、タッチパネルになっています。さらにアラウンドビューカメラもついています。今ねこれなぜか映んないんですけども、一応ちゃんとカメラは入ってあります。そしてその下はエアコンパネルですけども、他のモデル同様にハイグロス系になっています。シートヒーターとステアリングヒーター、この辺はついています。ですが残念ながらベンチレーション機能はありません。でもうちょっと質感見ていきましょうか。この辺は木目調のパネルになっていまして、触った感じ凹凸はありませんけども、でも目で見た時の質感は相当高いかなという印象ですよね。この辺の木の感じとかも本当ね繊細に再現されていて、ここは素晴らしいなと思います。でここに加色入ってますけども、実はこれもダーククロームになっています。落ち着いた感じで、シルバーのメッキの感じと違ってかなり上品な印象がありますよね。あとやっぱりそうだ、これ G ベースと X ベースで私違うのかなどうかなと思ってあんまりこう深く追求していませんでしたが、やっぱねこれ X はここハードプラで、 G グレードのベースはちゃんと合皮になってます。 C オーテックの場合であればここにダブルでステッチもあしらってありますから、質感も高いですし膝が当たった時の痛さも緩和してくれます。でこの辺はもう他のモデルと共通かなと思います。ウェアレス充電器もちゃんとついています。でセンターアームレストもリットは観音開きで、なんかこんな感じ、まあ、この辺も同じですよね。でちょっと革は固めの印象があります。でフローティング構造になっているとか、まあ、この基本のデザインとしては全部同じですから、まあ、詳しくは G グレード一番最初にご紹介したあの動画を見てください。でグローボックスも同様です。ルーフ周りに関しても他のモデルと共通かなと思います。インテリジェントルームミラー、そして豆球タイプのルームランプ照明ですよね。そしてオーバーヘッドコンソール、この辺も同じになっています。でバイザーもチケットホルダー、そして照明とミラーがついていまして、ここもバルブになっています。お次は後席見ていきましょう。まず G ベースですからサンシェードちゃんとついてます。で質感はねやっぱ残念ながらアッパー部はハードプラですが、その下に関してはちゃんとソフトパッドが貼ってあります。でこの辺とかも加色入っていますし、ヘアライン加工なんかもちゃんとやってあります。でシート後ろに関してもこのように本革でキルティング加工がなされています。ブルーのステッチが入るだけでやっぱ華やかな感じがしますよね。ただ革はねやっぱ後ろも固めです。でパンチングの加工もされてあります。でシートに関してはこれリアもちゃんとリクライニングとスライド機能がついていますから、このように6対4で下凍したり前後移動したりすることが可能です。これも非常にいいですよね。じゃあ実際に乗り込んでいきましょう。間口はこれ90度くらいあります。乗り降りほんとしやすい印象があります。はい、ということで乗ってきました。うわやっぱオスモの映像とこれ GoPro の映像全然違いますね。 GoPro 真っ黒になりましたけども、まあニールームであったりヘッドクリアランス、この辺はもう他のモデルと基本的に変わっていません。で機能性も
後ろ G ベースですからちゃんと3ゾーンのフルオートになっていたり、さらにはシートヒーター、この辺もついてあります。でシートバックポケットこちらにありますし、あとアームレストに関してはこれはまあ賛否両論ありますけども、ストラップを引いてもらってこのまま倒してもらうと、はい、こんな感じで使うことが可能です。だからシートの中をくり抜いてパタンと出てくるタイプじゃないですから、ちょっと質感がっていう方もいると思いますけども、まあ、機能面を優先してこういうデザインになってるかなと思います。で正面に関してはこれも真ん中豆球になっています。ではラスト、ラゲッジスペース見ていきましょう。リモコンオートバックドアですから、このスイッチ押してもらっても開きます。さらにフットのモーションでも開けることが可能ですけども、今鍵がないのでこちらで開けたいと思います。でもね、ほんとこれ開閉速度上がりましたし、この辺利便性高まったなという印象があります。で実際に荷室容量に関してはこれ通常時で VD 方式575リッターになっています。まあ、本当広い、ダブ4がこのクラスだったら相当広いなという印象でしたけども、それに匹敵する容量確保していますし、何度も言うようにやっぱここ D ピラーが垂直に、なるべく垂直に切られていますから、この辺で荷室の制限があんまりないっていう印象があるんですよね。なのでガンガンアウトドアに使ってもらえるかと思います。しかも今回はギールアプションのラケッジマットが引いてありまして、こういうものも下ね、これファブリックになっていますから、どうしても汚れちゃいますし、あと草木がついた時はこれ取れないんですよね。なのでそういうのが嫌な方はこれ引いとくと汚れ対策、あとお手入れの楽さにもつながってくるかと思います。で機能面に関してはポケットがこちらについていまして、デッキボードはこんな感じで一応起こすことができます。無理やりこうやって固定することはできる。で左サイドにはこれ AC100V の 1500W のコンセントがついています。まあ、E パワー、いわゆるハイブリッドですから 100V ではなく 1500W の対応になっています。でシートを倒す際はこの肩口のレバー、これを引いてもらって前に押し込んでもらうと倒れるんですけども、これね実際倒そうと思うともうこんな感じでバンパーについちゃうので、だからこの辺は利便性考えるんだったらやっぱりここに加藤レバーは欲しかったなというところはあります。はい、ということで今回は新型エクストレイルのオーテックのアドバンスパッケージをご紹介してきました。まあ、前回おそらくエクストリーマー紹介していると思いますし、個人的に気になっていたこの X グレードプラス3列シートですよね、質感とか居住性、この辺もまた次回見ていきたいと思います。というわけで日産新型エクストレイル内外装編は以上となります。気になった方はぜひお近くのディーラーで見積もり使用などされていてはいかがでしょうか。はい、この動画がいいねと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。気になるあの車は果たして買いなのか、それでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。